はい、じゃあ続きまして、2ベッドルーム、3階の2ベッドルームです。今このお部屋は空いています。はい、でお家賃の方は80平米で、1400ドルです。はい、ただ今プロモーション期間ですので、3月いっぱい、2013年3月いっぱい、まあ、3月中のご契約であれば100ドル安く1300ドルでご提供していただけるお部屋です。はい、それをまず踏まえて、見てください。とっても安いですよね。新築で1380平米の2ベッドルームですから、はい、こんだけのまあ設備が全部整っていて、はい、この金間の周辺のエリアで、はい、この金額ですから安いと思います。ただ、まあ安いゆえの理由っていうのがちゃんとありますよね。例えば、まあ、3階の低層階ですから、例えばこのベランダ、まあ、当然スリーを入れてますから見えないようにはなってますが、開けるとちょっとお隣さんのこういうね窓とかが見えてしまうっていうのは、確かにちょっと圧迫感があるかなというのはあると思うんですよね。はい、特に高い層の見晴らしがっていうのじゃありませんから、はい、まあ広さと綺麗さは兼ね揃えているんですが、低層階ゆえのちょっとまあその目の前がお隣さんっていうものと勝ち合うっていうのがありますよね。はい、じゃあ奥の方に行きます。ここが、サブベッドルームですよね。で窓はここにあります。でこの窓は吹き抜けになってるんですよね。外のその景色を見ることはできませんが、この建物縦にずっと吹き抜けのスペースがあります。そこにつながってますから風通しは保てるんですよね。ただこう見晴らしを求めるっていう人はちょっと厳しいかなと。はい、でこの奥がメインベッドルームです。これがメインベッドルームですね。はい、通常上の方に行くと当然この側面に窓がつくんですが、ここは低層階ですので窓はつかないんですが、吹き抜けのこういったスペースで風通しは十分補うことはできます。はい、いかがでしょうかね。でこれがワンベッド、ツーベッドですね。これメインベッドルームですよね。で、一応ウォークインのこういったクローゼットとかがこうついてあったりとか、まあ収納前の家でたくさん買い込んじゃってちょっと収納がねっていう方に関しては、とてもいいウォークインのクローゼットと棚付きですよね。この棚付きの、ウォークインクローゼットがあります。こういう収納のスペースとかはきっちりと整っているので、まあ窓がちょっとないのかなっていうところが、まあ、少しネックであるというところで1300ドルっていう金額にされているということですよね。はい、今プロモーションで1300です。でここがまあバスタブ、シャワールームですね。バスタブです。はい、洗面スペースと、あとはこれはもう標準ですけど室内に必ず洗濯機があります。はい、ハウスキーパーさんもこの洗濯機を使って洗濯をしてくれます。で TOTO の、便器ですよねがついていると。お手洗いとシャワールームは必ず分けると、こことここで分かりますよね。セパレートです。はい、ハウスキーパーさんは週3回掃除、洗濯もしてくれます。アイロンがけもしてくれます。はい、お皿洗いもやってくれます。はい、このお掃除、洗濯に関してはこの室内の洗濯機を使って洗ってくれるんで、まあごちゃごちゃ他の部屋の方の洗濯物とごちゃごちゃになることはありませんよね。まあ、こんな感じですね。まあ、安いという金額、ご予算にどうしても限りがある方に関しては、でも新築で金間近くの便利なスペースで住みたいよという方に関しては、まあ、こういったまあ見た目のね、ちょっとした低層階ゆえの、まあ隣とのこう近い窓が少しなくて、吹き抜けの窓はありますが、っていうふうなところをクリアされる方なんだったら、全然問題ないんじゃないかなと思います。いかがでしょうかね。これでプロモーション価格、期間3月中であれば1300ドル、それを超えればプラス100ドル上がって1400ですね。1400です。で、まあ、ここに今映っているものは全て、標準でアパート側で付けてくれています。家具と電化製品全てこのままですね。はい、税金、管理費、週3回の、掃除洗濯で、お皿洗いとアイロンがけで、リネン交換、シーツ、枕カバー等は週1回、
やってくれます。インターネットの使用料、ケーブルテレビの視聴料、そのケーブルテレビの中にはジャパンチャンネル、 NHK プレミアムが1チャンネルつきます。あと水道料金、蛇口ひねって出るこの水道料金も家賃に含まれています。はい、いかがでしょうか。一応2ベッドルームの80平米新築金馬周辺のサービスアパートですね、1400ドルのところを現在プロモーション期間中は1300ドルでご提供していますというお部屋です。いかがでしょうか。はい、以上レポート終わります。